途中から入る選手っていうのはやっぱり、まあ、流れ変えたりとか変化とかっていう部分で、まあ、やっぱそういうところを意識して、まあ、入ったら自分が点取ってやろうという強い気持ちで、このピッチに入ります。まあ、自分が途中から出て、まあ、追加点が入るチャンスだったので、そこはしっかり決めきれなければいけないなっていうのは、今は試合を通して感じたので、まあ、いい試合をよく、まあ、残さないためにも、まずは練習からしっかりと、まあ、決めることをしっかり決めている方法なので、まあ、でも、まあ、3連勝っていうので、まあ、すごい流れのいい試合を決めたチームなので、まあ、そういうチームはしっかりホームでしっかり自分たちが考えて、まあ、しっかりと、そういうチームなんか勝ち点差を取って、まあ、見ている人たちに、まあ、何か感じるものがあるのが熱い試合でしたけど、まあ、ホームで勝つっていうのはやっぱり非常に大事ですし、やっぱり応援のシーンだと来てくれる人がたくさんいるんで、まあ、そういったところで、まあ、自分が欲しい点取ってないですけど、結果だと思って点取ってないですけど、必ず点取って、まあ、サポーターの皆さんの期待に応えれるように、全力で、ね、気持ち込んで頑張りますので、応援よろしくお願いします。